構成動物は、生物の分類群の一つで、真核生物のオピストコンタに属する。海面動物、節足動物、赤作動物などを含む。2解説での動物界から、原生動物を除いたもの、5解説で動物界とされたものにほぼ等しい。エイディル・エトールによれば、構成動物は、以下の3グループを含み、エリベンモーム氏を含まない。 新生語生動物には、節足動物、脊索動物をはじめ、主要な動物門のほとんどが属する。アニマリアというタクソン名称をこの位置に置いたのは、エイディルエトール、だが、必ずしも広く認められたものではない。公生動物のシノニムとする、あるいは、オピストコンタと公生動物の間に置くこともある。公生動物全体の単系統制は、ある程度信じられている。 以前は海面動物の一つ内いしいくつかの系統は別系統だとする説もあったが否定されつつある。構成動物という分類は1874年エルンスト・ヘッケルが定めた。ヘッケルの定義は系統的なものではなかったが範囲は現在のものとほぼ同じである。二回説が中心であった時代に動物界には多細胞動物と単細胞で運動性がある。 原生生物が含まれていた。この動物扱いされていた単細胞生物を原生動物というのに対して多細胞の動物をまとめた呼び名として構成動物が使用された。単細胞の動物から多細胞動物への進化を考える場合や動物の系統を論じる時などに使われることが多かった。現在では原生動物門は認められず、その意味では 構成動物という言葉を使う価値はほとんどない。動物界を構成しているのは多細胞動物だけである。ただし、海面動物は動物の系統関係から見て進化の脇道に入ったものであって真の多細胞動物ではないとの見方がある。その意味から海面動物を側性動物と呼ぶ場合がある。また、中性動物というのもあるので、それらを取り除けた。 多細胞動物が真の後生動物だという言い方もあった。この場合、多細胞動物の主系列をまとめたとでも一体見合いになるものと思われるが、それが真のまとまりとして認められるものかどうかは別の問題である。2019年現在では、中性動物は多細胞生物が寄生生活によって退化した結果だと考えられている。また、 中性動物門自体が多系統として、自家営動物門と二輩動物門の二つの門に分かれ、それぞれが前口動物の門とされている。ありがとうございます。